何さっきからそわ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 。別に。もう湯気。シャンプー、タオル、オッケー。風呂沸いた。タオルとか用意しておいたか。もう気が利くじゃん、マムシバのくせに。また。湯加減みんな忘れた。いいよ、自分でやるから。だよな。お風呂冷めちゃうでしょ。残念やったな。ドア！見せねえと兄貴に負けちゃうよ。おい、もうこんなとこで寝んなって。大丈夫か。藤子、起きろ。気をつけろよ。ごめん。弟さん、メイさんのことよく見ているのね。練習しないの？鼻血の出しすぎで貧血。さっさと帰っちゃうしさ、信じられない。私が他の男と踊ってても平気なんて。もう始めんぞ。このままだと彼女はお兄さんに奪われてしまう。頑張って男を見せねえと兄貴に負けちゃうよ。
こっち見ろよ。練習の邪魔をしてはいけませんわ。私たちは戻りましょう。かしこまりました。とりっきりになると途端に笑顔が消えるのね。ねえお願い、明日の舞踏会私と一緒に。俺にとって別に藤子が特別ってわけじゃねえよ。使えることになりゃ誰だってお嬢だからな。水地、お嬢と執事ってのはそういうもんだろ。お前も俺以外のやつが執事ならそいつと仲良く。ネズチンだから好きなんだよ私は。藤子、あら恥ずかしいとこ見られちった。これでいいのかよ。あんただって本当は藤子には絶対幸せになってもらわなきゃなんねえんだよ。恋愛禁止の規則ってね、この学園の創立後すぐにできたんだって。恋に落ちたお嬢様と執事がいたから。学園の森の奥のどこかに二人で過ごした秘密の場所があるそうよ。その話知ってるで。トミー、有名な話や。失礼。時のない館のことやろ。時のない館？そう、どこにあるかは誰もわからないんだけどね。この本に載ってるで。夜が降りてくる少し前、宴を抜けて森の奥、時のない館を訪れて、二人は永遠に結ばれ。宴って舞踏会のことなんですって。だからみんな言ってる。舞踏会の日にその館にたどり着けば好きな人と永遠に結ばれるって。うちの学園ほとんどの子が卒業したら親の決めた相手と結婚するの。だから執事とどんなに心が通っててもいつかは離れちゃう。でも私は、藤子、私行ってみたい時のない館。あなたは本郷家を継ぐことの意味を分かっておられますか？意味？本郷家を継ぐということはその巨大な権力、財力を継ぐということ。当然婚姻は政略的なものとなります。
執事である柴田理人の仕事はメイ様を本郷家にふさわしいレディーへと導くこと。ただそれだけです。ちゃんとしろよ、本番明日だぞ。うどんにしよっか。おう。じゃあ手伝ってよ。明日の舞踏会の衣装いくつか選んどいたからな。もう変なのだったらぶっ飛ばすよ。俺のセンスなめんね。超不安。だいたいおめえにセンスとか言われたくねえっつうの。もともとダッサダサのメガネドンだったくせにや。臭いな。制服の下にジャージ履いて工事うどんこまみれだよ。ひどかったなあれ。怒んなよ、冗談だろ。怒ってないよ。ただなんか懐かしい気がしただけ。もともとそうだったんだなと思ってさ。私が本郷家の人間じゃなかったら今頃どうしてたかな。夏みんちで暮らして学校行きながらうどん作ってたまにあんたに店番させて遊びに行ったりしてそっちの方が楽しかったかもな。戻ればいいじゃねえか。別に今だって戻りたきゃ戻れんだろ。はいはい、そんな簡単に言いますけどね。なんで戻んねえんだよ。何、別に冗談で言っただけでしょ。あいつがいるからだろ。俺のことずっとそう呼ぶよな、お前。俺もメガネうどんって言うけど。でもそう呼ばねえとバレそうだよ。好きだった。